来た新しいスタイル K で川団地、これがウェイク。今日発表になりました、ダイハツのウェイク with 川団地ウェイク、どでかく使おう。スノーボーダーとスキーヤーはギアがとにかく多いんですよね。こういうかさばるようなものと、はい、安全装備だったり楽しむための道具いっぱい積みたいと。でさっき の, あの弾丸の話次にもあったんですけど、同じような感じで雪山はいろいろ細かく移動しながらコンディションのいいところにとにかく行くっていうのがポイントです。だからコンパクトにクイックに物が車に収納できて、この新しいいいフィールドに行けるっていうのはすごい大事なんですよ。ウェイクの一番の特徴、これです。後ろ開けると、なんとスノーボードが縦に入っております。156センチの板が今縦に2本入っております。バーにウェアをかけてバックカントリーギアフル装備入れてみました。そしてここ見えるかな、このラゲージスペース、ブーツ入っております。バッチリ下にブーツ入れて板、まあ、今日は2本だけど4本も入れることも可能。この高さ185センチって。ダイハツウェイクの発表、そして記者会見、社長の三井さんプレスに囲まれてますね。そして一緒に写真撮影もできました。もちろんスノーボード用意してあげました。サイド開けて、今日は中にバックパックと上にはこのオーバーヘッドネットつけてみました。これはスノーボーダーにも最高のゾーンですね。ゴーグル、グローブ、ビーニー、いろんなものを、乾燥したいものちょっとこうやって分けて入れることも可能。シートの下の収納スペース、ブーツ2足そこに入れてます。後部座席にこんな椅子の下にブーツが入るっていうのは画期的じゃないですかね。この高さ、これ見てください。僕185センチ身長ありますけど、こんなに空いてます。そして最後にしっかり社長に川団地8の DVD を渡しました。ぜひ見てほしい。今日発表になりました、ダイハツのウィーク新型車、チェックアウト。今年の冬、新しいスタイルを作ります。K カーダンチ。